はい、7時になりました。こんばんは。竹んちオンライン、始めていきます。今日はね、3月の29日です。昼間、雪降ってましたが、皆さん大丈夫でしたか？うちの方もね、うっすらと積もった感じで、でもまあほぼシャーベット状ですぐ溶けちゃいましたけれども、はい。積もってる地域の方々、気をつけてくださいね。はい、では、始めていきます。1曲目は風のささやかなこの人生からスタートしました。はい、皆さん来てくれてますね。どうもありがとうございます。今日は、もう春
まあ、春なんですけれども、こんな天気になっちゃいました。まあ、でもね、世の中いろいろ、コロナの、ね、影響もあって大変ですけれども、落ち着いてね、やっていけたらいいなと思うんですわ。何もね、そうそう、いくらコロナがね大変だからってさ、全部周りのことをね悲観的に見るわけでもなく、否定することもないで、誰がいい誰が悪いとかそういう話でもなくてね、自分がまずどうするかってところからね、日々生きていけたらいいなと思ってます。はい、ね、ではでは、ちょっとこれ、ごめんね、ここに今ねカメラの下にこうモニターを置いてるんですけどね、あれなんだよな、何秒後かにこう消えちゃったりするのがね、これか、画面ディスプレイ、これか、これ、消しませんと、消しません、はい、これでいこう、 OK です、はいはい、ではではよろしくお願いします。では続いて、春の歌、ちょっとね、春の歌を歌っていきましょうよ。どれだこれは、ここか、はい、さあ
い。私はもうあなたなしで、はい、ありがとうございました。ダンデライオンお送りしました。そう、今日はね、どんな予定でいこうかっていうと、ちょっとこう春の歌を歌いで、あ、そう、あとリクエストもね受け付けますけれども、まあとりあえず今日はあのオリジナルを多めにいこうかなと思っています。はい、時間は9時まで。今日の夕飯はうちはシチューです。前回はカレーでしたがね、今回はシチューは、娘が今作ってくれています。もうすぐ出来上がりそうな感じです。はい、ありがたいね。昼は自分作ったんですよ。昼何作ったっけ。うどん、煮込みうどん作りました。どうしてもこうなんか出るなって言われてもね、やっぱりあの用事あるじゃないですか、買い物だとかね。近所のスーパー行ったら、あの普通にこう、もううどんも売ってたし、パンがちょっと少なめでしたけれども、まあ売ってたし、カップ麺もドーンと並んでました。もう本当安心します。こうやってね、ほら、報道じゃあさ、また買い占めでこの週末ね、買い占めでどうのこうのって言われてたけども、ちゃんとスーパーもお店もあの用意してくれてて、本当ありがたいなと思いました。まあ、当たり前なんだよね。あのそれを当たり前なんでねってのは、あれそれが当たり前なんじゃなくて、もうありがたいなって思うことが本当当たり前なんだなと思います。はい、次この歌は、ちょっと初めて歌いますけどね、ついあの去年でしたっけ、十何年ぶりにCDね、アルバム出したっていうあの小沢健二さん、小沢健二さんね、あの、自分ももう20年ぐらいアルバム出してないんじゃないかってあの言いますけれども、まあ、彼とね比べることじゃないですけれども、小沢さんの歌、僕らが旅に出る理由はこれいこうかなと思います。
この歌もね、まだね、自分があれですわ、大森に住んでた頃ですね、この歌出たのはね、あの頃はまだ20代の頃でした。はい、いろいろ懐かしい思い出があります。大森の歌、蒲田の歌、今日は歌わないかもしれんけどね、川崎の歌とすれば作っとらんですね。川崎住んでるのになかなかね、住んでると何歌っていいんだかよくわからない、ね、川崎ラゾーナだとかね、生田緑地だとか、藤子不二雄ミュージアムだとか、いろいろありますけれども、何歌おうかなと思っちゃいます。はい、そのうち作りますね。川崎の歌。こんな歌作ってくれっていうのあったらリクエストください。はい、では、続きまして、ちょっと前半、今何時だい？今7時20分。音はどうすかね？音割れてないですか？はい、ここでコメント出てます。佐藤さん音割れてないでしょうか？大丈夫かな。はい、まあいいや、割れてたらちょっと音量下げますのでね。
ありがとうございます。佐藤さん、サジさん、ありがとうございます。音は大丈夫ね。ありがたいですね。感染症とかね、そうじゃなくてもこの季節ほらね、ずっとあれだったじゃないですか。毎年ね、この季節ってインフルエンザだとか、そろそろ良くなってくるかな。でもうもうやることはもう一つでも予防するしかないんですよね。もうそれだけ考えてる。いろんな心配してもどうにでもなるもんでもなくて、自分のところにこう菌を寄せ付けないで行こうじゃないかと。でもし自分がかかっちゃったとしたら人に移さないで行こうじゃないかって、もうそんなことしかできないんですけど、もう日々予防していきましょう。はい、これからねちょっと、2曲3曲ほどオリジナルをお送りしたいと思います。これまず、はい、愛を植えようというね、私のファーストアルバムで、まあいつでしょう、1999年っつったらやっぱ20年前かですよね。20年前に作った歌です。愛を植えようをお送りします。
今から君のアスファルトに愛を植えよう。ふわふわ白い小さな綿帽子に祈りつけよう。悲しくなりませんか。カエルの鳴かない夏なんて、緑と茶色の手で君とアスファルトに愛を植えよう。ふわふわ白い小さな綿帽子に祈り続けよう。祈り続けよう。祈り続けよう。はい、ありがとうございました。愛を植えようという歌でした。で続いて、同じアルバムからね、春なんだねというね歌を。
ルなんだねとお送りしました。いや結構いけるかなと思ったんだけどちょっと声出てなかったね、すいません。そうなのよ、この頃頑張って作った歌とかね、頑張って歌ってたんですけどね、なんだろう、やっぱ声はだんだんね、出なくなるもんですよね。鍛えなきゃなと思いました。すいません。よしよしよし、これで OK。 はい、カラーズというところで月1でライブやらせていただいてたんですけれども、ちょっとこの、先月ぐらいから感染症対策ということで実際のライブっていうのがなかなか難しくなってきました。それでこうやって、オンラインで感染しない形でのライブを、続けています。今月2回目なんですね。でまた来月も、よいしょ、来月も、まあ、どのぐらいのあれでね、世の中変わっていくかわからないんですけれども、このオンラインライブはまた続けていきますので、はい、こういうコミュニケーションもあっていいかなと思いますので、はい、で前のカラーズ、今は蒲田にありますけれども、昔隣の駅の蓮沼にあった時にね、そこのライブに来てる人たちで歌を作ろうかみたいな、そんな企画がありました。でそこで、できた歌があります。原風景という歌です。渡る風が好き、心がそこに戻ってゆく、木漏れ日色の山が好き、真っ青な海が好き、どこまでも潜ってゆきたい、聞こえるのは呼吸だけ、流れてる時間が好き、駅前のざわめきも暖かい、賑やかなこの街が好き、みんなこう揺らす風、通り雨の匂い、日暮れの刹那の原風景、仕事の波に押し出され、一人落ち着く個室トイレ、内線のコールも少しささくれて聞こえる、今日帰宅電車の中では皆注ぐ電波に目を凝らす、他人同士に囲まれてたどり着くのはいつもの駅、改札を抜けるとすぐに昔ながらの喫茶店、確かあなたもこの店でレモンティーを頼んでた、甘酸っぱい記憶、夕暮れ色の街、煙の匂い、裸電球、あなたの面影漂う、私はこ
と昔の狭間で背中を押してもらいながら明日に歩き出してます。ふと思い出すあなたも今の私の原風景。原風景という歌をお送りしました。この歌、そのカラーズでね、いろんな思い出の場所とかシーンとか好きなことにね、寂しく思い出しちゃうこととかいろんなこうみんなの風景を聞いていって、その山が好きだとかね、海が好きとか、あとこう街が好きだとかね、そんな、みんなからの言葉を紡いで歌にした、それが原風景という歌です。でこの歌を、作ってる時、みんなのアイデアで歌を作ったんですけれども、作ってる時にね、思い浮かぶのがやっぱり自分の家、生まれた家ね、実家もそうだし、あとはその時いろんなとこ住んでました。大森にも住んだこともあるし、東京のね、多摩の方にも住んだことあるしで、もちろん生まれたこの川崎、今も住んでいますけれども、でいろんなところのこう風景が自分の中に残ってんだなって、でそんな風景を時々辿ってみたくなるのね。あとそう、高校の時のね、部活で毎年行ってた長野のね、菅平に行ってたんですけれども、菅平の高原の風景だとか、あとは田舎が群馬なんでね、群馬の吾妻ってところなんですけれども、そこの吾妻のなんてことはないただの山っていうかね、田舎の道なんだけど、その風景がどうしても懐かしかったりというような、そういう原風景っていうのをみんな持ってるよねと思って歌にしました。はい、ありがとうございました。じゃあ、今7時40分か。まだまだいけるね。はい、リクエストとかありましたらどうぞ、書き込んでいただくと、この Facebook のこのイベントページに書き込んでもらうと、そこ見れますので、これ歌ってっていうのがあったら、はい、ぜひ歌いたいと思います。じゃあ続いて、中島みゆきさんの時代。今はこんなに悲しくて涙も枯れ果てて、もう二度と笑顔にはなれそうもないけど、そんな時代もあったねと、いつか話せる日が来るわ。あんな時代もあった
誰と出会いを繰り返し、今日は若く硬い人たちも生まれ変わって歩き出すよ。今日は倒れた旅人たちも生まれ変わって歩き出すよ。はい、ありがとうございました。中島みゆきさんの時代、これはね、何度歌っても何度歌ってもこうやっぱこういろいろ考えちゃうな、この歌はな、いいもんですな。はい、ではでは、もうちょっと歌ったらちょっと休憩しようかなと思います。そう、休憩しようと思いますね。向こうではね、あの今からあの我が家ご飯が始まりそうですね。はい、いただきます。だってええな、今日はシチュー、なんかさっき作ってたらカレーになりそうとか言ってたんだけどね。ちゃんとシチューになってる？色が変だけだよ。茶色だよ。色が茶色なんだって。ちょっと焦がしちゃったらしい。それは言わない約束だな。ブラウンシチュー？ベージュシチューだって。まあいいでしょう。ちょっとね、そのこの後どうしようかな。もうちょっとやりますけどね。皆さんご飯はもう食べられました？食べましたかね。はい、うん、俺もちょっと食べてこようかな。はい、じゃあ聖子ちゃん歌おう。聖子ちゃん これか、よし、じゃあ聖子ちゃんの春の歌を、赤いスイートピーじゃなくて、これ財津和夫さんがあの曲らしいね。目覚めてく新しい
ございました。チェリーブラッサム、お送りしました。もう聖子ちゃんとか歌い始めたらずっとこうね歌っちゃいそうですけどね。はい、ではでは、あもうちょいやろ。これ今始まって、ライブ49分だって。はい、もうちょいもうちょいやりましょうかね。時代、あ佐野元春という、リクエストが来ました。行きましょう佐野元春ね。ちょっと待ってね。中村さんからリクエストいただきました。佐野元春。ありがとうございました。コメント
そうなんです、カメラね少しね上がっちゃったんです。なぜなら今ちょっと今あの末の娘があのちょっかい出しに来てねゴンってぶつかってったんだよね机にね。はい、そんなこともあるのが我が家です。はい、ではでは、ね今日ねちょっとやりたいなと思ってるのがありまして、それは何かっていうと童謡ね、童謡も私の、ライフワークの一つですけれども、童謡を歌う歌のお兄さんね、そう上の子はもうね、18になろうとしてます。下の子も今度、4月から5年生です。でも、そんな、父さんですけれども、子供たちの前に出ればね、まだまだ現役の歌のお兄さんですよ。最近保育園でやってないですけどね、この歌をいきたいと思います。どんな色が好き、赤い色が好き、一番先になくなるよ赤いクレヨン、どんな色が好き、青い色が好き、一番先になくなるよ青いクレヨン、が好き、一番先になくなるよ黄色いクレヨン、色な色がある、掛け合いの歌ですよこれね。どんな色が好きって言ったら赤とか子供たちが言ってくれる、そうすると赤い色が好きね、それで歌っていく歌です。前やったらね、どんな色が好きって言ったら全部青って答えてくれるんで、その子の声が一番大きくて全部青になっちゃったことがありましたが、いい歌です。カンペ持った娘が現れまして、なんか書いてあるんです。
なんて書いてあるの？グレンゲがいい。グレンゲ産んで引き。じゃないの。ちょっと待って。あの鬼滅の刃って皆さん見てます？今やってんの？今アニメはやってないけど。あ、やってないんだ。なんだっけ、グレンゲ？明日さ、なんか200話出るよね。知らない、ジャンプで。知らない、もうそういうこと聞いたよ。そうなんだ。すいませんね、ちょっとね、子供たちが来てますが、まあうちだからいいよね。あ、そうですね。そう、孫ができたら歌のおじいちゃんで活躍だねって。まあいいですよ、まだまだ孫できませんよ。これさっきどのぐらいな、これ、うん、この歌なの？強くなれるわけを知った理由な、理由か、僕連れて行こう。歌っていいよ。じゃあうちの娘が歌。じゃあ一緒に歌う？やだ。娘たちが歌うそうです。だったらお父さん弾けないじゃん。はい、せーの。はい、歌って。もっと大きな声で歌ってよ。じゃあこれ次まで練習しておきましょうね。はい、これなんか、鬼滅の刃の歌だそうです。いや選ぶのっていい、歌わない、うちが歌ったんだから。痛い攻撃、あ、歌わないからいいや。飯食い終わったもんでね、子供たちがなんかこう、うわあ仰ぐな。アイラブ。アイラブ。やだ、歌わないよ。先歌ったんだから。よし。これどこまで行ったら映るの？ここだったら映るの？映んないね。ヒゲダン？まあいいよ。今何人見てるの？あ、今4人だって。よし、はい、では、まあいいでしょう。すいませんね、ちょっとね、なんかこんななっちゃってますけれども、はい、曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでる。
夏が来る影が立つあなたに会いたい見つけたのは一番ライブやってっからその辺でギャンギャンさ遊ばないね、参加すんならいいけど。はい、ではでは、はい、ではちょっとね、お母さんと一緒の歌、もう最近はねあんまり見てないんですけれども、2000年から2000何年ぐらい、2005年6年ぐらいっていうのは自分はもう完全にこうハマってましてね、お母さんと一緒に、ね、もうちょっと前からかな、あのお兄さんお姉さんで言うと、あゆみお姉さん、ケンタロウお兄さんの時代、団子三兄弟とかやってた時代ですね、あの辺から聴き始めて、というかその辺から、保育園でのライブを始めたので、結構こう学習してましてね、お母さんと一緒で、その後のそれが一番好きだったというか聴いてたのは、秋広お兄さんと良子お姉さんの時代ですね、杉田秋広さんと角田良子さんの時代、そこが一番聴いてました。でその頃の、曲だから、2000何年ぐらい、だからその頃にリアルタイムで聴いてた方っていうのは今ちょうど成人するぐらいじゃないですかね、からちょっともうちょっと年下ぐらいか、もう上ぐらいか、20代前半ぐらいの人はその、秋広お兄さん、良子お姉さんの時代、その頃の歌です。でその頃に親だった人、自分と同世代だと思いますけれども、ちょっと上かもしれませんが、親で、聞いてた人も懐かしく聞いてもらえたらいいなと思います。ハオハオお送りします。ポケットに
大好きなのはビスケット。笑うと膨らむよ、お化けのハオハオ。泣いてる僕を笑わすんだ、誰にも秘密、ポケットの中。ハオ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 、ちっちゃなハオハオ。ハオ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 、迷子のハオハオ。半分子だよビスケット。ハオハオお送りしました。よいしょ。はい、ね、そう、この歌ご存知ですか？知らない？知らないかな。そう、その年代に聞いてた人か、まあ、私みたいにこう歌ってた人じゃないとなかなか聞かないかもしれないよね。はい。よいしょ。そう、同じ時代に杉田明宏さんって方ね、お母さんと一緒のお兄さんって結構爽やかなお兄さん多いんですけど、かなり異彩を放ってましてね、長髪で、まあ長髪は、うん、長髪だったのかな。で、顔をね、ガングロのっていうのかな、もう日焼けした感じのお兄さんで、完全にこう意表をつかれたんですけれども、まあちょっとね、いろいろお薬やってしまったりして、ちょっとこう残念なことになったことはあるんですが、でも今も復活してというか、まあいろいろライブも今やられてるそうです。ただそのね、昔みたいに NHK 出るわけにいかないっていうのがあって、でもこう堅実にやってるんだなっていうのがいろんなとこから聞こえてきます。はい、その明宏さんね、杉田明宏さんの歌で「万丈の丈」という。
う歌ですよ、お母さんと一緒でね。はい、続いては、そうで、よくあのかぶり物とかしてましたけどもね、お兄さんお姉さん。何様カッパ様、カッパ何様カッパ様、俺たちカッパにゃ皿がある、お水がたっぷり入ってる、水も滴るいいカッパ、カッパはきれい、きれいはカッパ、カッパ何様カッパ何様、カッパ様、こんな歌もありました。カッパ何様、カッパ様。まあね、ちょっとこれやってるともうキリがなくなってしまうので、はい、この辺でちょっと一回、ブレイク入れようと思います。ブレイク入れる前に、ちょっと今日もね、あの雪が降りまして、こんな季節ですけども、雪、今年最後の雪かなと思います。名残雪を歌って、ちょっと休憩に入ります。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる、季節外れの雪が降ってる、東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく、名残ました。名残雪をお送りしました。じゃあちょっとね、
ちょっとお茶飲んできますんで、しばしお待ちください。まあ、戻りました。ちょっとね、茶飲んで、あれも食べてきましたよ。あのシチュー、ブラウンシチューでした。あの見事に美味しかった。うん。終わったらまた食べよう。ベースシチュー。はい、ではまたやっていきたいと思います。またオリジナルでね、いこうかなと。いなり寿司という歌をお送りします。はい、オリジナルです。すました顔で水揃ったいなり寿司、おにぎりに
じゃなくていなり寿司。食べてもいなり寿司。はい、いなり寿司という歌でした。これね、今度、出すと言ってますが、今度出すあれにも CD にも入りますからね、いなり寿司ね。はい。食べ物シリーズ、いろんな食べ物の歌を作っています。私カレーが好きでして、今日はシチューなんですけどね、カレーが好きで、カレー特にね、よく最近増えてますよね、インドヒマラヤ系のカレー屋さんね、まだね、それがポツンポツンしかなかった頃からもしょっちゅう行ってました、インドカレー。だいたいこう向こうのね、インドの方がお店やってて、で本当最近もう価格破壊っていうかね、ランチでも1000円切るぐらいのあれなんですけども、やっぱ特別感があってね、当時ね、インドカレー大好きです。今も大好きでしたが、今も大好きです、そのインドカレーの歌を。夫婦でやってるインドカレースパー並ぶカウンター、これは辛いよ、おいしいよ、メニュー指す手がたくましい、マトンのカレーを辛口でマンゴーラー食後にと、店には煙が立ち込める、軟薬匂い立ち込める、壁には象と曼荼羅へ、ヒマラヤ色のカレーからなさが好き、この世界観が好き、大きななんと小さなカレー、ただ黙々と食べて、セリフのわからぬインド映画、見れば夫婦で笑ってる、マンゴーらしいお願いと、一応声をかけてみる、冷えたグラスとストローと
はい、ありがとうございました。インドカレーをお送りいたしましたね。あ、こんな店ね、本当こうなんでこういう店やってんだろうなっていうぐらいの不思議な店がいっぱいあったんですけども、今もね、しっかり根付いてくれてるようです。嬉しい限りです。インドカレーなんかね、カレー部ってのやってましてね、昔職場でカレーをね食べに行くってそれだけの部なんですけれどもね、部活っつって課外活動ですね、仕事が終わったらみんなでインドカレーを食べに行くというね、やっていました。そうで、みんなで食べに行けなくて、一人で見つけた店に入って、カレー食べてくることを個人練習っていうね、自主練と言ってましてね、はい、でみんなで食べに行くから、カレー部部活、ね、一人で食べに行くから自主練のカレー部やってました。はい、ではもう一曲、父ちゃんの歌という歌をいきたいと思います。父ちゃん、去年まで父ちゃんいたんですけどね、去年の末に残念ながらあっちの世界に行ってしまいました。この間、49日も終わらせて、今日行ってないな。毎週ね、実家の方に、まあ、すぐ近所なんです実家が、実家の方にね、お線香あげに行っていたんですけども、今週ちょっと行けなかったな。まあちょっと、だんだんそうやって足が遠のくことはないように父ちゃんの歌を歌って供養にしたいと思います。供養っていうかね、これね、父ちゃん亡くなる前に作った歌なんだよね。はい、父ちゃんの歌、あ、コメント来てました。あ母ちゃん見てくれてますね、これね。今見てんのかな。さっきイルカ歌ったらね、イルカの思い出って書いてありました。みんなわかんないよね、なんだかね。知ってる。昔まだ実家にねいた頃にね、なんかのチケットが当たったっていうんで実家に電話があったそうなんです。で、竹島さんのお宅ですかって、はい、そうですって母が出て、おめでとうございます、ね、チケット当たりましたんで、送りたいと思うんですけど、あ、そうですか、とありがとうございます。で、どんなチケットで、イルカのねチケットなんですって。で、あ、そうなんですかって。で、前からね、結構ね、前の方の席取れたんですよってその人が言ってくれたらしいんだけどもね、うちの母ちゃん、水かかったりしないかしらねって真顔でこう答えたらしいんですね。で、その電話の人も多分大丈夫だと思いますって答えたらしいんですけど、何を隠そう、イルカさんのコンサートのチケットが当たった。それをお母ちゃんはイルカのショーが当たったって勘違いしてて、前の方の席でね、水かかんないかしらって心配しててくれたそうです。俺が20歳か21の頃の話ですけどもね、そんなことを思い出しました。イルカのね、コンサートでしたよ、あれ行ったのはね。はい、母ちゃんも聞いててくれるでしょうか。じゃあ父ちゃんの歌という。用事があるわけじゃないけれど、
眺めてると、あの頃と父ちゃんの歌でした。ちょっとね、最後のお菓子飛んでしまった、ごめんなさい。あの何もね、あんまりこう言わなかった父ちゃんだけれども、今も自分もそういえばただね、子供たちの姿見て目細めてるだけだなって、同じだなっていうところが最後の歌詞でしたすいません。ではオリジナル、次最後のオリジナルの歌です。多分最後になるかな、オリジナルね。君のままでという歌を、答えが見つからなくて立ち止まる、待って。
ままで、オリジナルですね、聞いていただきましてありがとうございました。さあ、どうかな。さあ、リクエストが、どうだろう。はい、じゃあ好きに歌っていきますね。はい、今日はねイルカさんの歌一曲、名残雪を歌いましたが、もう一つ、イルカさんの歌で大好きな歌があります。丸い命お送りしました。はいはい、では、佐藤さんのリクエストですね、昨日何食べたという、はい、ちょっと行きたいと思います。これは
ありますよ、ちゃんと。ちょっと待ってね、ここから探し出す。はい、では、帰り道。先回りして君を待ってる。誰にも言わず隠れているよ。少し探して忘れられない今更を胸にしまい込んで思い誰にも言えぬ本当のことを少しだけ話して忘れてゆくよ。喜びも深い悲しみも思い出せない。ただいま忘れられない今更を胸にしまい込んで思い出してよ。お帰りの声が聞こえた日のことを忘れられない愛しさを胸に深く抱いて思い出してよ。だんだん今と扉の開いた日のことをあの日のことをあの日のことを。ありがとうございました。帰り道お送りしました。ではではそろそろね、今もう8時50分、そろそろあれですな、終わりに近づいてきました。これちょっと歌ってみようかなと。さらわりだけね。桜で思い出したんです。
始めた。汽車の窓辺を流れてゆく景色だけをじっと見ていた。桜吹雪のさらいの空は悲しいほど青く澄んで胸が震えた。はい、ありがとうございます。サライでした。これ、ね、夏の歌じゃないんですよ。これ春の歌なんですよ、本当はね。桜吹雪のサライの空ね。うん、ビデオでクラスごととか部活ごととかで歌った。そうなんだ。ワンフレーズですよ、つなげたやつ。はいはいはい、やった。なるほどね、いいかもしんないね。あのあれにも似てるよね、花が咲くのね。うん、これみたいにつなげていくんでしょ、どんどん。あ、そう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 、あれでしょ、いろんな人が出てるやつ。そう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 、そうね、あの洋楽で言えば We Are the World みたいな。な、全然わかんないよね、ごめんね。はい、ではこの人好き。どれ？あ、はいはいはい、今花が咲くで思い描いてた人は同じでした。西田敏行の顔をね、今ね出してました。西田敏行。難しくてね、つい歌っちゃうんですよね、この辺の。はい、さあそろそろ時間も、迫ってまいりました、ラスト2曲、一回タンポポをね、やっぱこの季節ですから歌おうかなと思います。
前回もやったんですけど、これねキー間違えた、すいません。雪の タケンチライブ、オンライン、ありがとうございました。また来月も4月またこんなペースでやっていこうかな、2週に1遍ぐらいやれたらいいかなと思ってます。来月の、2週だから、4月の第2土日あたりを、考えてます。何も変わらない予定がかからなければね、またやりたいと思いますので、ぜひ皆さん遊び来てください。本当感染症怖いけどね、怖がってるだけじゃないわけでね、積極的に予防をして、立ち向かいましょう。はい、大丈夫。はい、では、今日最後の歌、翼をください。歌って終わりたいと思います。なんで笑われてるの？さっきの誕生日の時に言ったやつ。え？今私の願い事が叶うならば翼が
ありがとうございました。ではこれで他県知、オンライン終了します。今日もありがとうございました。ではまた来月よろしくお願いします。元気でね。バイバイ。